なんで私を産んだのですか？こんにちは、春です。いつもご視聴、ありがとうございます。皆さんは、生まれてきたことを後悔したことはありますか？人生なんて人それぞれ、価値観もそれぞれ、思いもそれぞれだと思います。今回ご紹介する動画は、そんなことで良心を訴えるのか？というものです。とあるインド人男性が、合意なく自分を産んだ罪、で実の良心を訴えたそうです。これが海外を中心に大きな話題になっているそうです。男性の名はラファエル・サムエル。ムンバイに住む彼は出産を誘拐や奴隷制になぞらえ、自分たちの快楽のために自分を冗長なくだらない人生に放り込んだと語っている。両親にどんな恨みがあるのかと勘ぐってしまうが、サムエルさんによると両親との関係は極めて良好であり、両親を愛してさえいるという。では、なぜ彼は、両親を訴えるというのだろうか？私は両親を愛していますし、良好な関係にあります。しかし、彼らは自分たちの喜びと快楽のために私を産んだのです。私の人生はとても素晴らしいものです。しかし、私は他の人に、冗長でくだらない学校生活や、就職活動を押し付けたくないのです。なんといっても、すべての人は、産んでくれと両親に頼んだわけではないのですから。ポイントは、産んでくれと両親に頼んだわけではない、という点だ。つまり両親は子供の意見を聞かず、そもそも生まれる前の子供に聞きようがないが、自分たちの喜びのために、子供を産んだのだから、それは合意なしに、人を連れ去る誘拐行為や、合意なしに人の自由を奪う奴隷制に等しいというわけだ。このように、子供を産むことは悪である、とする立場は反出生主義と呼ばれ、2006年に、南アフリカ、ケープタウン大学哲学教授が出版した哲学書、生まれてこない方が良かった、は、一部でカルト的な人気を誇った。サムエルさんが、これを読んでいるかはわからないが、発言を見る限り、影響は少なからず受けているように見受けられる。サムエルさんは、自身の Facebook ページで、反出生主義的な主張を繰り返している。例えば、良い親は自分が欲しいものや必要なものよりも子供を優先する。しかし、子供自身は親の欲しいものなのだ。もし両親が子供たちにとって、何が良いことか知っているならば、なぜ彼らは子供を作ったのか？君たちの子供が困難に直面しているのは、君たちが彼らを作ったからだ。アメリカでは60年代より、重篤な障害を抱えて生まれた人物が、自分は生まれない方が良かったのに、医師の判断ミスにより間違った生を受けてしまったとする、ロングフルライフ訴訟が問題となってきた。だが、サムエルさんのように、自分の人生に満足していながら、子供を産むことそれ自体を、問題視する訴訟は珍しい。たとえ、理論を活発化するためのパフォーマンスだとしても、大いに歓迎したい。なぜなら、子供を産むことや人類の存続が、無条件に正しい理由はどこにもなく、徹底的に議論されるべきだからだ。ところで、サムエルさんの Facebook ページには、サムエルさんに対し、自殺を推奨するコメントが多く寄せられているが、反出生主義者に対し、そのようなコメントは、全く意味がないことを指摘しておきたい。彼が訴えているのは、これから生まれるだろう生を存在させるべきではない、ということであり、すでに生まれてしまった自分の人生とは無関係の事柄である。彼が自殺すべきかどうかは、生まれてしまった人の、人生は生きる価値があるか、という別の問いだ。差し当たり、サムエルさんは自分の人生に満足している様子なので、自殺をする理由はないだろう。誤解なきよう、念のため、